まず音読をしている時は脳全体がほぼ隙間なく働く驚愕のそのデータが出てきます,すまさに音読を中心とした読み解き計算をしっかりとやってもらうと成績が伸びない子たちであっても社会性が伸びるというデータはちゃんと取れています。 えー、今日はなんと仙台に来ております、えー、緊張感が伝わっていますでしょうか隣にいるのが川島先生でございます川島先生よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますなんと川島先生に取材できるなんてね幸運な 1> 1時間を過ごしたいいと思います何のために川島先生に取材をしに来たのかと言いますとですね音読が脳科学的にどれぐらい効果があると決まっているのかある程度こう確かめられているのかその辺を詳しくお伺いしようかと思っておりますはいよろしくお願いしますはい、はい、<laughs> まず自己紹介がてら先生の今何活動されているのかっていうのをちょっとお伺いしたいんですけども基本的に僕たちは人間の脳の機能を調べるというのが主な仕事です でそれを調べるために、まあ、MRI 装置とかさまざまな機械を使って、うん、例えば今僕がこうしてしゃべっているときに僕の脳の中で何が起きているかということを写真に撮ってしまうというのが基本技術です。うんはい、でこうした研究の,の最終的なゴールというのは、うん、心と呼ばれているものがこの脳の中にどう表現されているかと、うんうん、要は心って何これを捕まえたいこれが最終ゴールなんですけれども、うんまあ、なかなかその道は厳しいと。 でこの研究を、まあ、行っている中で研究テーマとしてはいろんなテーマがあってそれぞれ研究者が自由にテーマを選んで研究しているので例えば記憶に関して研究している人もいれば自分って何っていうのを研究するような人たちもいますでそういう基礎研究で心が何かを極めるという研究は進めつつですね僕の中で一つ、まあ、こうして研究成果というのを社会に還元したいと。 はい、いう思いがあってで別ラインで研究とは少し違うラインでその社会貢献活動のためのま事業というか研究活動をしています、はい、それが皆さんご存知の例えば脳トレというのがそこになりますうん、うん、脳トレというのも脳のトレーニングをするということを提供したくて始めたのではなくて一番最初は子どもたちを健全に育むために我々何をしたらいいんだと と、うん、いうことを脳研究の成果から見つけられないかというところからスタートをしています、うん、ああそうだったんですね計算の方とかもねいろいろお話聞きたいんですけど音読にちょっと絞ってお話聞きたいと思いますで今回はこの本を読むだけで脳は若返るという、まあ、去年ですよね、はい、去年に出て具体的にこの脳のどの部分が結局この活性化していくのかなんかその辺細かく聞きたいなと思ってまして、はい、実際脳のどこが働くかということに関して言うと、うん まず、音読をしている時は、大脳全般が働きます。そうなんです。僕ら、経験ないくらいの全体が働くっていう画像が出てくるんですね。<ー>通常、そういう画像を作らないんですよ。例えば、僕たちが研究でやるときには、まあ、音読をしている時っていうののを脳活動を見たい。でも、音読をするっていうのは、いろんな複雑なプロセスが入りますから。うん、そこから一つ一つプロセスを抜いていくと。例えば、黙読をして、声に出さないと、何が起こるんだ。 でそれで音読と目読との間にどういうい差があるんだということを論文にすするんですねうん、うん、だからそうするとある限られてる域だけポッとポップアップしてくるんだけど僕その最初に言ったように僕らはベースラインの状態データベース作るためにそれを持ってるんでベースラインと比べるとどうなってるかってことが比較できるそうすると音読をしている時っていうのは大脳の前頭前野というまあこれからトピックとして話をしていくエリアを含めて脳全体がほぼ隙間なく働く いう、えー、の,のデータが出てきましたで、ね、でなぜかは分からないんだけども、うん、まあものすごく脳がいっぱい働くという事実が分かりました、うんうん、で特にこの先で重要になってくるのが今キーワードとして出した前頭前野という領域で、まあ、これは我々の額の横の辺りとイメージしてもらうといいと思うんですけど、はい、ちょっと左辺りなんですか両、うん、両側にあります右と左両側ににあありりまますす右左も ただ右きの人では左の前頭前野が言語を使った思考活動全般を扱うので、はいうん、ま僕らは実験では右きの人を使うことが多いんで、まあ、左の前頭前野という形で説明をすることが多いです、うんうん、でここがやっぱり大いに働くということが研究データとして分かりましたでまた全く別のラインの研究でこれはまあ脳が何をするとどう働くかっていう研究とはちょっと違う はい、研究なんですけど、はい、例えばある人に学習をさせると、うん、で学習をさせると、まあ、経験あるでしょうけど同じカリキュラムで学習しても勉強できることいい成績それが成績につながることいや頑張ってるけどダメな子、うん、残念ながらいいじゃないですかそ,です、ね、でその差って何によって生まれるのということを調べるという研究。うん も僕らはやりまでそれをどうやってやるかというとい、ね、あるプログラム用意してそれをいろんな人にやってもらうと、うん、やってもらっている時の脳活動も含めていろんな状況を全部測定すると、うん、でそれで学習を続けさせます、はい、そうするとうまくいく人とうまくいかない人が当然結果として1ヶ月後2ヶ月後に出てくるでその人たちは最初に学び始めた時にどういう状態だったか。 その差が出るっていうのは一体何に原因があるかということを調べるというタイプこれも予測というタイプの研究なんですけどこれを行って,なっていますそうすると学ぶことの内容によらずに共通して特色が出てきてそれが学習をしている最中に左の前頭前野が働いている人は学習がうまくいくでも全く同じように手足を動かしているんだけれども前頭前野の働きが弱い人たちっていうのがいて。 そういう人たちはほぼ全て全滅しているうまく学習が成立しないということが分かっているでまあいろんな研究者がいろ,いろ同じような研究を続けていっても結論としてはその学習中に何かを習得しようとしている時に前頭前野が働いていれば学習は成立しやすいということが分かりましたでどうやって前頭前野を働かせるかってことの一つのヒントとしてまあ音読をしている時というのは誰でも嫌でも前頭前野が働いちゃうということ、うん が分かっているので、うん、これは学習を成立させるのにすごく適した。 方法であるなもちろん音読でできる学習ということになりますけどねそういうふうにも我々考えたわけですなるほどその、えー、と前頭前野の部分も、えーとまあ、書籍を読むと2つおっしゃってるじゃないですか肺外側と肺内側と特に肺外側前頭前野についてその思考する部分を司さどっているからこの肺外側が特にその今言ったような学習の効果に関しては重要だってことになるんです、うん、そうですねその肺外内側はちょっとな中ぐらいなんですか ちょっっとと内側に入ったところですでここは我々心の脳というふうに呼んでるんですけどす相手の気持ちを理解する、はい、そういう時に働くんですねあと場の空気を読むといった時にも働きます。うん、で象徴的な例としては、まあ、発達障害を持っている方々で、うん、特に自閉症スペクトラムの人たちは社会と関わるのがすごく苦手です。はいうん で彼らの脳を調べるとまさにこの肺内側前頭前野、うん、心の脳の働きが弱いんですそうなんですね、うん、要は彼らが社会にうまく接することができないというのはおそ、うん、らくその肺内側前頭前野を上手に使えてないという脳の特質なんだろうなというふうにわれわれ理解していますじゃあその肺内側前頭前野例えば音読によってもこう刺激されるっていうデータとかあるんですかそ、うん、そこも働きますすうなんですね、はい まあ音読以外にもあるんですかその肺内側が特に効果的にこう刺激されるような,なんか行動といいますか、アクション。やっぱり通常はこういうコミュニケーションしてるときによく働くんですけれども、ただまあそれは、例えば今、そらく考えられているのは、発達障害を持っている子どもたちの社会性を取り戻すためのトレーニングとして、うん、まあ肺内側前途前夜を使うようなこと。 がまあ、コミュニケーションが苦手ですからそれ以外に何かあればいいんじゃないかといううです、うん、あそうなん今僕が考えたのは、うん、実際に今身の回りにいる子どもたちの中でそういう発達障害の傾向にある子どもたちを見た時に。 この子たちにこういうようなあの経験があるときっとより良くなるんだろうなって信じられる方向にいきたいなっていうのがあるからそれに関しては実は文科省の仕事で僕らも一回結論に達していて、うん、ただ結構論文化するのが難しかったんで、うん、まだ論文化できてないデータにはなるんですけれども、はいうん、まさに音読を中心としたその読,、うん、読み書き計算をしっかりとやってもらうとその。 成績が伸びない子たちであっても社会性が伸びるっていうデータはちゃんと取れてますマジっすかはいだから要は学力上がらないんだけど人とコミュニケーションが取れるようになるというようなデータはちゃんと取れてます <laughs> なるほどでそれはやっぱりちゃんと使ってるからだろうなというふうに考えてますけどね面白いこれも元々偶然な発見からスタートしてるんですが、うん、我々いろんな脳活動 いろんなことをしている時の脳活動の写真をどんどん,どん,どん撮っていって論文を書くんですけれども僕の研究チームの一つのルールとして全部を比較したいという思いがありましたいろんなことをしている時の脳活動は分かるんだけどそれが一体どういう意味があるかということを比較するベースラインとしてベースとしてその何もせずにただ十字の交点を見るだけでぼんやりしているという時の状態の写真を撮ると。 でそれと比べて何かしてる時は例えば音読してる時はこうだ計算してる時はこうだという写真がいっぱいボンボン取れていくとでそれで比較可能なデータベースを作りました基本思想として子どもの脳もを発達させるためには体と同じで脳はいっぱい使わせた方がいいだろうと。 うんうん、じゃあ脳をいっぱい使う行為って子どもたちの生活の中で何があるの、うん、ということをデータベースを検証して見ていくと僕らからすると面白くなかったんですけれどもやっぱり今回テーマとなっている音読ですとか文字を読んだり文章を書いたり計算問題を解いたりっていうどちらかというとその初等教育まあ教育全般ですねの基礎基本の部分を読んだり書いたり計算したりっていうところに非常に脳はよく反応する。 うんうん、で他の複雑なことをやらせるよりもよっぽどよく反応するっていう、うん、まあちょっと逆転現象というか不思議な現象を見つけてそれでまあ一つ出た仮説っていうのが教育のシステムってもしかするとものを教えるんじゃなくて子どもたちの脳を発達させるということこれがもしかしてベースにあったんではないかと。 いうふうふに考えましたあそういうのが分かる以前ずっと昔からそういうのがベースにあったんじゃないかと、うんうん、そうですねそれはもう経験則として積み上げてきてうん、うん、でこういうことをすればその例えばこの村の子供たちが立派に育ってくれるということを人々が経験してきた先に寺子屋ができたとで寺子屋のシス,システムってまさに読み書き計さんそろばん版をしっかりやるというところから始まっていてうん、うん、でそれが今我々日本人の,子の脳の発達 を流すっていうことにすごくよくつながってたのではないかというまあ妄想というか仮説が生まれて、でそれを証明しようと考えたわけです。でそれをまあ証明できればですけれども、その僕自身は子供の頃から勉強嫌いだったんで、そうなんですか学校の勉強もまさに強いて勤めるのが勉強だったんですよ。い,いやいやなのにやらされると。ただ例えば今やってるねわけわからんその何のためにその三角関数を覚えるんだと。 はい、子どもたちは疑問に思うんだけど、うんで、私も疑問に思ってましたけど、うん、それがね、その自分たちの脳の発達、脳っていうのはやっぱり自分の人生そのものを支える器ですから、うん、その発達につながってるんだという科学的な、その明らかなエビデンス、うん、証拠があれば、うん、まあ勉強嫌いでも頑張れるんじゃないかな,、うんなるほど、モチベーションにつながるんじゃないかということですね。 社会貢献の気持ちがまず最初にあってそこから結果的に脳トレをゲームでやったりあるいはまあその前に別の、ね、会社さんで本出してらっしゃると思うんですけどそういうのでトレーニングの部門っていうのを作ったらいいんじゃないかっていう感じで具体策が思いついたって感じなんですね。うんあのまあ最初はともかく子どもたちに対して何か提供したいという思いでスタートしてただそれは今からもう30年近く前になるんですけど、うん、当時はですね 子供対象とした実験っってでできなかったんですよ<え>倫理委員会が許してくれなかった子どもを実験対象にするなんてダメだめだみたいなことなんですか、うん、健康な子どもたちに、うん、例えば我々がやろうとしているのはある生活習慣を与えて、はいうん、で子どもがどう変わるかということを見るとこれ子どもの将来を我々学者が勝手にいじくるっていうことになっちゃうんですねでうまくいくというふうに信じてやってはいるものの当然研究ですからうまくいかないこともあるでそうやって人の将来を左右するようなことをするのに 自分で意思決定できない子どもに対して何かやっていいのかっていう議論が当然のことかあってで今はいろいろ手続きを踏めば大丈夫ということになってますけど昔はできなかった子どもでできないんでじゃあ子どもの反対か高齢者でやってみで,でそれもまあ高齢者の中でも認知症っていう病気にかかっている方々に注目をすると認知機能っていうのは認知症の人たちでもかなりどん底になってるんだけどももともと高い認知機能を持ってたとでそこからゆるゆると落ちていくと。 ということはそこにどこか交点として子どもの認知機能と同じようなレベルの人たちがいるだろう,そうで,、ねうんうん、でそこに対して実験研究を行ってでまずそこで効果検証をするところからスタートしようというふうに考えて、うん、まあ国のお金のどを取るなどしてですねそれでまあ高齢者特に認知症になりそうな高齢者認知症になった高齢者を対象にいわゆるその子どもたちにやってみたかったこと。 でそれは何かっていうと、この脳トレにつながるんですけれども、認知症の高齢者に読み書き計算させてしまう。いう、うん、結構乱暴なプロジェクトを、うん、まあスタートしたわけです。はいはい、学習療法って呼ばれてる、ね。そうですね。はい。まあその学習療法って名前がいいか悪いかっていうのはあるんですけど。うん、あのこれ、お酒飲みながら決めたんで、まあ。そうなんではい。<laughs> <laughs> まあわれの予測としては、認知症っていう病気は。 どんどん,どんどん悪くなるでどんなにいい医療を施しても悪くなる、うん、じゃあそこに脳を進出するようなその読み書き計算の,そのシステムを入れてやれば、まあ、少なくとも落ち方が緩やかになるっていうところが出れば花、うん、丸だなと200点もらえるなと思いましたで、まあ、やってみたらその良くなっちゃったと。 薬じゃ全く届かないところまで緩和するどころか緩和そうですで健常な状態に戻ってお家帰る人が出てきちゃったんですよだからめどちらかというと認知症のケア施設が病院になっちゃったんですねその瞬間になるほどそれを目の当たりにしてしまってそこからを見てしまったんで足抜けができなくなったんですなるほどそれで今に至るみたいなそうですいやでもすごいすごいですねそれなんか まさにこのなんか実際にトライアンドエラーして口に見つけたなんか道みたいな感じがすごいなで途中で結果的に読み書き計算が大事なんだってそれが脳が活性化するんだっていうことがこう分かったんだっていう時に面白くなかったっておっしゃったじゃないですかなんでここ面白くなかったんですかだって面白くないじゃない <laughs> その要は勉強好きな人ってごく限られた、ね、ちょっとニッチな層で,や,そうで、ね、やっぱり大ダスの人は やっぱり嫌なんですよ,ですよ、うん、楽しんで勉強するっていうのはちょっとおしすとおかしいそうだと思っててだから僕もどちらかというと勉強さっき見ました嫌いな方だったんで、うん、だから面白くない結果なわけです <laughs> 勉強すると脳にいいよってそ <laughs> んなふざけた結論ってないじゃないですか。<laughs> 確かに、うん